こんばんは、編集長のマーキーです。はい、今日は私の彼氏をご紹介したいと思います。はい、なんて彼氏なんていうのはね、もうずっといないんですけど、私の旅行バディになる彼氏というかですね、なんて言うんだろうな、なんかとにかく一緒に連れて行きたい彼氏をご紹介したいと思います。はい、よくねバービー人形を旅行に連れて行って、なんかすごくこうバービーがこうバケーション楽しんでるみたいな写真をね撮ってる人がいて、であーすごいいいなと思ってたんですね。で私もなんかこうちょっとメンズのかっこいい人形を持っていって、あーちょっとなんかこうシチュエーション考えておしゃれに写真撮りたいななんていうふうに思っていたので探していたんですけど、ケンちゃん、この間ねビデオに前に出演したことがあるケンちゃんは 4人いるんですけど、でもケンちゃんはちょっとね動きがあんまり動けないんですよ。なんか首がこう動くのと体もあんまり曲がらないし、なんかこう動作があんまりできないんですね、ケンちゃんは。でそんなんでそんなところで探していたところに、ブルックリンに可愛い雑貨屋さんがあって、でその雑貨屋さんが雑貨とヴィンテージを一緒に扱ってるお店だったんですけど、そこでG.I. ジョーを見つけました。で G.I. ジョーすごい かっこよくて、もうなんかこれもケンちゃんたちと一緒に座らせてるんですけど、やっぱね脱いでもねすごいんですよ。結構がっちりがっちりしてる感じでも、この人はねこれ以上脱げないんですよね。これがもう塗ってある感じで、でもう一人こっちの方が好きなんですけど、この人ですね。でこの人がね残念なところはね、体はすごいのに腕が細いの、ほらなんかバランス的にちょっともうちょっと腕太くてもよくないっていう感じなんですけど、そうでまあこういう感じのG.I. ジョーを見つけてやったと思ったんですけど、ある時ねなんかそういうちょっといろいろウェブサイトを見てたら、えこれすごくないっていうのを見つけたんですよ。でそれが関節とかが全くなくて、もう本当にリアルな体だったんですね。でそれでこれなんだろうと思っていろいろ調べてたら、発売してるところを見つけて、それでなんとその体がシワちゃんの、ボディビルの大会に出てた頃のシワちゃんの若い体をリアルにこう作ってるんですけど、頭の部分は別のに自分でこう選べるんです。だから体だけを買って顔は別に変えるという感じで、でいろいろなんかクリス・ヘムスワースのもあったし、クリス・エヴァンスもあったし、あとロバート・ダウニー・ジュニアとかアベンジャーズの人は結構いろいろあったんですけど、そこで私はジェイク・ジレンホールを見つけたんですよ。であんまり似てないんだけどでもかっこいいので買いました。ジェイクの頭と、シワちゃんの体ということで、ちょっとねだからジェイクがすごいマッチョになってるんですけど、それがですねすっごいんです。で本当に関節がいっぱいこう入ってるみたいで、ものすごい細かい動きができるのと、あとすごいのは人形ってこうさっき見せたみたいにこういう風に関節の部分が明らかにこう関節ですってなってるじゃないですか。これがねないんですよ。全部シリコンでカバーされててすごいの。だからとにかくちょっとお見せしますのでちょっと待ってください。それでは私の彼氏ジェイクを、呼んでみたいと思います。ジェイクジェイクダダン。見てこれ本当にねかっこいいんですよ、ジェイク。このねお洋服は同じところのウェブサイトで売っていて、でこの、すごいマッチョだから着れるかなってちょっと不安だったんですけど、でもすごいちゃんと着れて、でこれディテール本当にこの洋服のディテールもすごく良くて、でしかも今時な感じでかっこいいんですよ、このね
そう、それでこのセットにはバッグと靴がついてたんですけど、残念ながらね、このブーツはちょっとここまでの長さが深すぎてジェイクの足に入らなかったんです。だからジェイクいつもちょっと裸足になっちゃうんですけど、まあとにかくこんな感じで、でしかも本当に細かくて、こう全部の関節、ちゃんと関節という関節が全部動くし、こう体を本当に何て言うんでしょうね、なんかすごい全部いろんな角度に変えられるんですよ。だからいろんなポーズができるし、すごいかっこいいなと思って、でもこれからじゃあちょっと洋服を脱がしてみますが、本当にすごいので、ちょっと脱がしてみたいと思います。来ました。はい、こんな感じで本当にリアルに、リアルなんです。あ、お尻ちょっと ちょっと待って、綺麗にパンツが履けてない。そう、すごいすごいんですよ。ちょっと光っちゃう。こんな感じ、すごいでしょ。このね、本当にそれでいろんなタンクトップとかジーンズとかも売ってるので、本当にいいなと思うんですけど、一応これはアダルトトイではありませんっていうふうに歌っているんですが、一応息子さんはついてきます。で、息子さんはアタッチメント式で2種類、2パターンの息子さんが まあソフトな時とハードな時用のっていうのがついてきて、で一応パンツの中にこう入れる感じでも、すごいリアルな感じになるので、すごい、まあ本当に、でも本当に細かく全部こういろんな風に動くので、これはちょっと旅行に連れて行って一緒にこう写真を撮ったら楽しいだろうなと思って、ちょっと今後ね、だから旅行に行けるようになったら、ちょっとね、一緒に連れて行って写真を撮りたいと思います。もしね、興味ある人はこのウェブサイト売ってるので、よかったら見てみてください。はい、というわけで私の彼氏を今日ご紹介しました。危ない人だよね。はい、というわけでですね、まあ、ジェイク、すごい本当にかっこいいので、よかったら見て、ウェブサイト見てみてください。そうで、このね、ジェイクを使ってかっこよく写真を撮ってる人がもういるので、その写真をちょっとね、ご紹介したいと思います。こんな感じで撮ってて、なんか、あ、すごいこれかっこいいわと思ってて。で見つけたので、まさか売ってないだろうと思ったんですよ。この人が手作りで自分で作ってやってるのかなと思ったら、売っていたので、つい買ってしまいました。はい、というわけで、まあ、こういうね、フィギュアとかが好きな人はすごいおすすめです。本当にね、可愛くて、ティーカップとかにこう座らせたりとかね、できるんですよ。だからね、ちょっと本当にね、楽しめるので、いろいろ、まあ、楽しめる？いろいろ、まあ、本当にいてくれるとちょっとわーってね、感じなので、よかったら、ジェイク、皆さんのお家にもどうでしょうか？ というわけで、この動画が いいのかな？いいね と思ったら、いいね押してください。それとチャンネル登録もお願いします。やっとね、50人のフォロワーができました。もう何ヶ月かかってるんだろう。まあ本当にね、細々とという感じなんですけど、頑張っていっぱいの人に見ていただけるようにしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今日もおまけがあるので、おまけも見てください。マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。